こんばんは。私この度、菅総理から経済産業大臣を拝命いたしました大畑昭宏でございます。非常に、厳しい日本の経済状況の中で、この大臣を拝命いたしましたが、心を引き締めて、全力でこの日本の経済の再生のために取り組んでまいりたいと思います。今回総理からはですね、8項目にわたっていろいろとご指摘を賜りましたけれども、特に円高に対する国内産業対策、いわゆる中小企業対策も含めてですね、どのような形の対応をしていくのか、こういうところを中心として、さらに雇用対策、そして新成長戦略を実施していく、こういうことで日本の国の経済の再生に全力を当たってほしいと、このようなご指示をいただいたところであります。皆さんもご存知のとおり、日本の国戦後65年さまざまな変遷がございました。皆さんもご存知の通産省という昭和30年代、日本の未来をしっかりと見据えながら、なんとか日本の国が食べていける新しい産業を起こそうということで、自動車産業、あるいはコンピューター産業というものを育ててきたところでありますが、これから日本の国はどんな形で、経済を支えていくのか、そんなことをしっかりと見据えた方針を打ち出すことが必要だと思います。特に先ほど総理からお話があった円高デフレ対策、このものについてはですね、徹底して政府としても当たっていくと、そのような方針を打ち出すことが必要でありますし、そのためにも中小企業、そしてこの中小企業対策は雇用にも大きく影響するわけでありますから、当然菅総理がおっしゃっているこの雇用問題ともリンクしてますから、しっかりと中小企業対策を行っていきたいと思います。で、特に円高の影響を受けている企業に対して、この法人税の引き下げというのは大変大事な要素だと思いますので、このことについても政府内で話をしながら、しっかりと進めていきたい。さらには国内投資の促進という課題もございます。これも大事な課題でありますから、私としても総理のご指示を受けて取り組んでいきたいと思います。さらにその新成長戦略というものでありますが、菅政権の中で鳩山政権から引き継いだこの新成長戦略というものをいかに実現していくか、特に環境、エネルギー、インフラ輸出、医療、介護、健康関連の産業、いわゆる健康、観光、そして環境という3つの視点を持ったこの新成長戦略でありますが、この問題についても取り組んでいきたいと思います。合わせて中国、韓国、いわゆる東アジア共同体構想というものを前総理が推し進めてまいりましたが、菅政権においてもこの東アジア共同体構想というものをベースとして、人、物、金の大いなる流通を図り、その中で新しい新分野を開拓していくことについても、国を開くという意味で一生懸命取り組んでいきたいと思います。第二に安定供給というエネルギー問題でありますが、これもこれからの世界の中で水、エネルギー、食料、この3つが大変大きなキーポイントになっているということでありますから、その中でもエネルギー政策を地球温暖化対策の進める上でも一生懸命取り組んでいきたいと思います。それから新成長戦略の実現会議という場を活用して、政府一体となって取り組むよう、私も経済産業大臣としてその任を務めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。はい、質問どうぞ。はい、
はい、まあ、これはですね、私もこの代表選挙というものが終わりました、終わりましたから、菅総理もおっしゃってますように、ノーサイド、民主党の全国会議員が力を結集して、国民の期待に応えていくという一環として、この新しい内閣ができたわけでありますから、その一位閣僚として、任務を務めてまいりますから、今ご指摘のような懸念というものはないものと考えております。他いかがですか。あ、お名前お願いします。すみません。はい、今は大臣という任命が終わりましたけれども、これから副大臣、あるいは政務官、その他党の役員というものがいろいろありますから、これから今日、明日、明後日と、多分千石官房長官が全体の見渡しながら、今ご指摘のような、確かに挙党一致体制ができたねと、こういう体制を築くものと、私は期待しております。はい、最後でお願いします。もう一度ちょっと大きい声でお願いします。はい。おっしゃるように、これは高校生も、それから大学生も、昨年、確か8割を超えたということでありますけれども、多くの方々がなかなか、就職先がないということで、若い方々が大変困ったことも事実であります。で、どうやったら雇用の場を確保できるのか、すなわち今の円高対策等でも申し上げましたけれども、製造業に対する、てこ入れというものも当然必要でしょう。それから加納道彦大臣もおっしゃったかもしれませんが、これから菅政権としては農業、林業、漁業というところに力を入れて、その分野にも雇用の場を設けていく、トータルとして高校生も大学生も自分の夢を打ち込む仕事を見出せるような環境を作るように、私も努力をしてまいりたいと思います。はい、以上で大畑大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。